オーストリアの KTM が開発中の新型スポーツカー、クロスボウ GT2 の行動用プロトタイプが目撃されました。最高出力 600PS 以上冬季テスト実施中、レーシングカーやバイクのメーカーとして知られるオーストリアの KTM は、ラディカル・ラプチャーやダラー・ラストラダーレといった少量、生産の軽量スポーツカーに対抗する。 クロスボウ GT2 の行動走行モデルを開発中である KTM にとって2008年から様々なタイプが販売されているクロスボウに続く2代目の行動走行可能な市販四輪車となる今回新たに寒冷地でのテスト走行の様子が目撃されたクロスボウ GT2 は従来のクロスボウとは全く異なるボディを持ちスーパーカーのライバルともなりふるパワーとパフォーマンスを 誇る。アウディ RS3 と同じ2.5リットルも、非等ターボエンジンをリアに搭載しているが、クロスボー R の最高出力 300PS と、最大トルク 40kgm、M に対して、GT2 では、出力を 608PS、トルクを7 3 k g M まで高めている、7速、シーケンシャルトランスミッションと、 リミテッドスリップディファレンシャルを搭載し、後輪を駆動する、行動向けのパワードレインが、レース用と同じ仕様にチューニングされるかどうかについては、まだ明らかにされていない。基本的な構造としては、クロスボウと同じダラーラ設計の 80kg のカーボンファイバーモノコックをベースにしており、KTM は2008年から十数回のクラッシュテストを行ってきたと語っている。ボディには、 FIA 公認のスチール製ロールケージが組み合わされている。カーボンファイバー製の Z 戦闘機風のキャノピーから乗降できるが、サイドの小さなガラス窓はフルオープンにすることも可能。KTM によると、レース仕様のクロスボウ GT2 の乾燥重量は 1048kg。行動用のホモロゲーションに必要な追加装備により、若干重くなることは間違いないが、開発人は、 社内のレースチームと協力し軽量化にフォーカスしていくとのこと。